皆さんこんばんは、レンです。ミオです。タリアステコスピットです。よろしくお願いします。皆さんこんばんは。こんばんは。仲介広報室テトラジースタートしました。はい、ゆるゆるとスタートしました。はい、7月に入りました。このコンビも久しぶりですね。そうですね、初期メンバーですね。本当だもん。はい、ということで今日なんでね、こんなにね、しんみりなんていうか曲も流さずにね、こういう感じでなんだかの元気の掛け声はないんかみたいな。はい、入ってきたかというと、うん、ちょっと皆さんに大事なお知らせがありますので。そうですね、まあ、はい、この放送が流れてる頃にはもう皆さんにはお伝えしてると思うんですけれども、そうですね、はい、はい、今日何日だかいな。今日は8日です。あ、違います、10日です。違う、あ、8日です、合ってます、8日です。7月8日。え、違うよ。え、待って、6じゃない、6日だよ。違うやん。焦ってる、ほら焦ってる、焦ってる。もう落ち着こう、一旦深呼吸。これ公共の電波だけど大丈夫かな。ごめん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 。はい、改めまして、はい、皆さんにもうやめて、ハモるじゃん。皆さんにね、大事なお知らせをここでもしたいと思います。はい、どっちがするの。ちょっとテンパりすぎ。じゃあ私からしますか。テンパって何。はい、お願いします。7月1日に皆さんには発表したんですけど、うん、なんと9月をもちましてコスピットが解散ということで、うん、はい、これはですね、3周年のライブが終わったらもう終わりですね。そうだね、9月23日で、はい、ちょうど3周年で。そうですね、コスピット解散ということで、うん、なんでまあこういう結果になったか、今ここまで来たかっていう、ね、そうだね。まあ皆さんにはまだ文章でしか伝えれてないと思うので、はい、私たちの声で伝えますね。はい、まずは、まあ、じゃあ私コスピットの説明しましょうか。そうだね、うん、ミオ今、まあ、高校3年生ということで、はい、そうですね、まあ来年就職をするということが決まってまして、うん、でその就職活動がもう9月に入ったらもう始まってて、うん、まあもうこれ以上ね、この活動をやって いけないということで、まあまあもちろん来年になったら、まあ就職して仕事も始まるわけですから、ね、両立ができなくなるということ。これは結構もう去年の3月ぐらい、もう10月かな、もう。そうだね、去年からずっと視野には入れてて、うん、そう、みんなで何回も話してきて、進学か就職かって決めた時に、そうそう、私は就職を選んで、うん、どうしても私は仕事がしたくて、まあ今も、うん、あのこうやっている今も春も、うんうん、この前のずっと考えててしたいなっていう気持ちはずっとあったんですけど、今までね、今までじゃない、これから何十年、なんか80とか90になって生きていくにあたって、うん、まあちょっと論理的なんですけど、生きていく上ではやっぱり仕事する方が私にとっては何十年大きいので、うんうんうん、こっちの方を優先することになってしまいました。はい、はい、まあ、結構そのまあ、高校3年生入ってすぐもう就職のことで忙しいから、その入ったら辞めますっていう話もあったんですけど、なんとかちょっとね、うん、みんなでお願いして、私もお願いして、そうだね、私も辞めたいってわけじゃなかったし、はい、むしろ続けたい気持ちももちろんあったので、うん、やっぱり難しいってことを考えるとでもやむを得ない感じかなって、ちょっと悔しい思い出はいます。はい。そして、まあ、光は中学3年生ということで、うん、もう受験、があるということでね、うん、光もね、高い志を今持ってて、はい、そうですね、結構レベルの高い高校を目指しているので、そのやっぱ勉強とかも本当大変だし、そうだね、もう私たち、そうそう、私の時は塾にも私行ってたし、光もやっぱり塾とかね、あの補習とかの金もやっぱり入ってくるんじゃないかなっていうことで、みんなもね、光も今年受験だなみたいな感じだったんですけど、だからとりあえず受験が終わるまでは、うん、もう何ともね言えな い, えない、ね、そう、活動を今後続けれるのかもまだ今の状況じゃ分かんないということで、ね、うん、まあ、休止という形で今は、まあ、どうなるか分かんないんですけれども、まあ、受験のため今はお休み中で、そうなってくると、まあ、レン一人で残るわけなんですけど、まあ、皆さんここでね、まだお知らせをそのブログ等で読んでない方は、うん、あやちゃんがいるじゃないかって思う方もおられると思うんですけど、はい、もう、あやも、うん、そうですね、今3人もこういう理由があって、辞めざるを得ないというか、はい、まあちょっと悔しい気持ちもあるけど、辞めるという形になったんですけど、あやは、あの、蝶々結びとして、まあ中華いてたらのリーダーとして、ずっと頑張っててくれたんですけど、あの、あやが、すごくダンスが好きで、まあ皆さんもね、うん、あの、あやのダンスを見てくださる方も多くてさ、私たちもかっこいいって思うし、うん、で、あやもずっとダンスが自分自身で好きだって言ってて、で、高校でもね、ダンスをしてるんですけれども、はい、まあ今まで4月高校生になってから、ダンスもこの活動も、もう勉強もすべて頑張ってきて、でもね、あの夏から大事な大会とか、まあやっぱりダンスには出なきゃいけない、出たいっていう気持ちもあって、今までもちょっと我慢してたりとか、疲れてても頑張ってくれたりしてたんですけれども、
やっぱり大事な大会があるし、これからのことを考えると、あやは早く、みんなより、私たちより少し早く、辞めることになってしまいました。はい。まあ、ほんとこの、なんて言うんだろう、その、早く辞めるっていうことになるまでも、みんなでいっぱい悩んだんですけど、やっぱり大会っていうのは8月とかからもどんどん増えていくっていうことで、はい、私たちは9月にね、辞めるんですけれども、はい、もうそれ、あやはそれより早い方がいいんじゃないかっていうみんなのね、兼ね合いもあって。ね、そう。なので、あやちゃんは7月28日、もうほんとすぐですね。そうだね。テトラの、今月で。ワンマンの、時に卒業ということで、うん、本当皆さんにはいきなりのことで、まあもうあやちゃんも大会のため、みおも就職、光も受験ってなってきたら、ね、もうレンも一人になるわけで、うん、まあ以前一人で活動してたんですけど、ね、はい、やっぱまあその時いろいろ寂しさとかもあって、でメンバーが増えてすごく嬉しくて、でこうやってやってきて、あの頃にまあ戻れるかって言われたら、うん、やっぱなんかもうみんなといるのが当たり前だったから。なんか違うんですよね、自分の中で。そうだね、もうシステムもなんか決まっちゃって、うん、まあ今から崩すってわけじゃないけど、元に戻すのはやっぱりとっても難しいし、しかもなんか一人っていう、なんて言うんだろうな、そのなんか例えばもうずっと今3年間ミオと一緒にやってるわけなんですけど、うん、隣にもういないっていうのを考えれない、もうなんて言うんだろうな、一人で自分がもう活動している姿がもう思い浮かべれない。一人でステージ立つっていうことはあったけど、うん、やっぱりメンバーが増えちゃうと、うん、あ、ここに何人いたんだなっていうのを考えちゃうっていう後のことを考えちゃうと、やっぱりっていう気持ちもあるのかな。そう。なので、私も今回を機に辞める卒業という形になりました。うん、本当、3年間、まあみんないろんな人と出会って、うん、たくさんの経験をしてきて、辞めたくないって気持ちもあるんですけど、でもやっぱさっき言ったみたいに、みんなも、やめてって、うん、一人になって、で、一人でこのコスピットを背負っていける自信が、ちょっともう、ね、なんて言うんだろう、今からメンバーを新しく募集してっていうのじゃ何か自分の中で違って、やっぱコスピットってね、ミオと9月に作り上げてきても、この3年間っていうのはもう、そうだね。もうすごいものだから、うん、他のメンバーと、新しくね、入ってくるメンバーと、こうやってこの活動を続けるよりは、うん、もう、ミオたちがいなくなるときに、私も終わりたいなっていう気持ちがあって、そうだね。そうなった時にもメンバーが誰一人いなくなるので、中海テトラは無期休止ということで、はい。この決断。もう結構、いろいろ悩んだ結果がこれになって、ね、すごいショックな方もたくさんおられると思うんですけど、もうライブの回数も本当数えるほどしかないんですけど、本当だね。その数回に私たちは今までの3年間をかけて、うん。みんなに感謝の気持ちを届けれるように頑張っていきたいと思うので、はい、みんなも残りあと少し私たちにぜひついてきてほしいですし、はい、このラジオもね、はい、まだまだ9月の末まで続くので、うん、ぜひ聞き逃さずよろしくお願いします。はい、みんな、はい、もっともっと楽しい思い出を残りあと何日かになるんですけど作っていきたいなと思います、うん、ということでちょっとしんみりしちゃったんですけど、長かったね。はい、はい、気分をねそろそろ切り替えてテトラジ本題入っていきたいなと思います。はい、じゃあ。そうだね。でもこう考えるとちょっとしんみりしちゃうっていうか、なんだろう。推薦弱くなる部分もあるよね。なんて言うんだろうな。ちょっとね、中学校1年生に入る時にはもうこの活動を私は始めてたんですよ。そうだね。私は中3だったね、その時ね。そう、だから。もう高校3年生ですよ、私。なんて言うんだろう。すごいね、うん、1日もあっという間だったし、早かった、なんかね、充実してたし、月の終わりが来るの早かった。そうね、月の初めは DS ピッチャーとかやってましたからね。あれ早かったね、来るの、ね、うん、来週あれだ、来週あそこだ、来週はこれだって言ってると、そう、1週間が早くスッて過ぎちゃって、ね、あの練習とかラジオもあって、ね、うん、え、なんか4週終わったわって感じ、ね、早いよね、それは来るのが、うん、3年間早かったわ。そうだから、うん、この9月をもってコスピットっていうものなくなって、うん、私はもう普通の一般の女子高校生に戻るんですけど、私はあとこれをコスピットを卒業したらあと6ヶ月ってか半年は女子高生です。あのね、半年ね、はい、私がね、てかなんて言うんだろう、うん、なんか言い方おかしいけど、うん、休日の過ごし方がわからないというか、それなんだよ、どう過ごしていいんだろうみたいな、ね、今までさ、ちょっとさ遠征行ってたし、なんかあるある、その平日も部活とかも、部活も もちろん行ってたんですけど、まあちょっと、うん、早めに抜けたりとかして、まあ、レッスンだったからそれがなくなるわけでしょ、うん、そうだよね、私何してるんだろうと思って。本当だよね、この春から私もちょっとね、学校の用事とか家の用事で忙しくなっちゃって、まあ、就活もありますし、うん、休日の過ごし方本当わかんないよね。なんか土日とかだと学校の用事とか家の用事とか、うん、やっぱ平日だとレッスン、ラジオ、遠征、
みたいなので、本当に、まあ、休日っていうか休みは過ごしてるんですけれども、はい、なんだろう、普通のみんながなんか計画立ててあそこ行こうねっていう休みしか想像できてない今。そう、一人でのんびりする、のんびりするっていう休暇は今私は想像できないでいる。ねえ、だから自分がどんな、何するんだろうね、そう、この約3ヶ月後ですか、2ヶ月後ぐらいかな、もう3ヶ月後の自分が何をしているのかも全く想像できなくて。そうだよね、あの9月終わりました、うん、多分10月私は土日ぼーっとしてるんだと思う。そうだよね、何をしていいのか分かんなくて1日が過ぎていくみたいな。ネット開いて休みの日何してますかって。やだそれは、検索するかもしれない。やばい、でもいや、ありえそうだよね。それもありえますね。光とかはだって、光もみよだって就職についてのその就職先とかの探したりとか試験とかいろいろ忙しいじゃん、まあ、で光も多分土日勉強じゃん、うん、なやちゃんもダンスの練習じゃん、うん、私何してんだと思う。あーそうだね、あのあれ始めたら、あのなんか習い事みたいな。今ここで大丈夫だよ、まだ高校1年生だもん。この高校3年生の私が言うんだから間違いないよ。そうなのかな、ほんと間違いないよね。えなんか、ね、意外とね、本当に高校生活皆さんも分かると思うんですけど、うん、早い早いよね。だってもう中学校が本当あっという間だったもん。てか知らない間にこの3年間、まあ3年経ってないんですけど、はい、まあ、今まで30何ヶ月としよう、30何ヶ月って早くねって思った。早いね、早かったです。だって始めたの時11歳だよ。うん、私始めたの14、まあ、15歳なんだけど。やばくない？やばいですね。もうなんか考えるだけですごい。中学校高校って6年間あるじゃん、うん、その中の3年ぐらい、3年ちょっとか、うんうんうん、3年ちょっとこれに費やしてきたってことは相当ですよねって自分でも、ね、考えてるんです。私15歳なんですよ今、うん、で3年間やってるわけなんですよ、まあ、5分の1をこの活動に費やしてるんですよ。そうだね、すごくないですか、なんかこうやって考えると5分の 1? だって15分の3でしょ、うん、え5分の1じゃない、うん、ああそういうことか、ああもう、うん、だから計算間違えたかと思うじゃん。びっくりしたわ、うん、だからもうほんと、なんていうんだろう、もう一日一日があっという間で、うん、もういろんなことしてて、結構いろんな県も行ったし。そうね、初めの1年半だったっけ2人やってたの。あ、1年かな、1年1年ぐらいだね。1年半ぐらいはやってるね。そうだね、だって私あの今だから言うけど、うん、ミオと出会った時 そのなんでこんなに会話をするようになったかの会話のきっかけを覚えてないから。あの、あの初めはまあ皆さんたまに聞いたことあると思うんですけど、うんうん、私とレンのお母さんが、うんうん、てか親同士がなんか知り合いで偶然にも、うんうん、なんか私たちも偶然なんかそのお茶会っていうかなんかモーニングに呼ばれて、そうそうそう、なんか目の前に座ってこの子誰だあいつ誰だみたいな感じで始まって、あったあった、なんか3回目ぐらいに3度目ぐらいに会って、うん、3度目ぐらいにはなんか親にほっぽり出されて、ね、あのショッピングモールに、うん、あいい遊んできてって感じで、何これみたいになって、めっちゃ悩んだね。何するみたいな。だってうちからしたら、うん、美和は中学3年生なわけでしょ、うん、結構先輩じゃん。うん、そうだね。しかも初めて初対面って言ってもいいもんじゃん、うん、もうまだ。そうだね、私何すればいいのみたいな、うん、とりあえずプリクラ撮りに行きましたね。そうだね、それしかなかった、うん、そこしか記憶がほんとない、うん、そう思う、多分探したらあると思うんだけど、そう、あ、うん、え、でもそんぐらいしかなくない、なんか変な体操服とかジャージとか制服とかしか着てなかった気がする。ねえ、しかもショートだったしね、みおかみ。あー、レン長かったもん。ねえ、パッツンで長かったもん。若いわ、みおと遊んだ思い出あるかな。でむしろ遠征先でギャー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 やってたから、言ってた遊んだのは本当に出会って初めて出会ったのが4月で、ね、うんうん、始めたのが9月だから、この5ヶ月間に5、6回やったくらいじゃない。でも結構遊んだと思うよ、うん、なんかコスプレのイベントに行ってみたりとか、 あ、それも行ったね、あとまあそのプリクラ撮ったりご飯食べたりカフェ行ったりカラオケ行ったりとか、あ、行ったね。てかそもそもレンとカラオケ行ったの私2回ぐらいしかないわ。なくない？ないね。ないよね。で、あの、で、2人でずっと活動してる時期あったじゃん、うん、で、その時に結構遊びに行くようになったんじゃない、やっと。あー、てか遠征先でどっか出ようぜみたいなのも、そう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 、てかそもそも2人しかいなかったから会話する相手がこいつしかいない、うん、感じではあったあったね。で、それでメンバーが増えてからほんとね、遊ぶ機会とか全くなくて、てか私だってあの卒業したのぞみとも1回も遊んだことないよ。マジで？本当に遊んだことないんです。まあ皆さんからはやっぱりのぞみとみおは高校生だし話もあんじゃないかみたいなあのイメージもあると思うんですけど、実際のぞみとは本当に1回も遊んだことがなくて、遊ぶ機会なかったもんね、はい、逆に。のぞみはひかりとかあやちゃんとかとわーってはしゃいでる方が多くて、私は
なんか寝てたり、うん、本読んでたり音楽聴いてたり寝てたりしてます。寝てたりなんで2回言った。いや寝てるの強調しようと思って。まあでもそうやって考えてみると、そうなんだよ、ね、最近でもまた遊ぶようになりましたよね。誰が？私たち。あ、そうですね、結構カフェ行きましたよね、この前も。行きましたね。カフェはしごするかとか言ったけどね、途中で帰っちゃったっていうね、ミオが。あ、そうなんですね、はい、お母さんに連れて帰られてね、うん、眠たかったんだって。なるほど、お母さんが。なるほどね、はい、なるほど。でもまあそんな感じでね、今後のラジオとか、まあ、今回はミオレンなんですけど、はい、またあやちゃんとかひかりとかも出てくるんで、まあ、でもなんと次週もミオレンという ね、まあ、そうだね、はい、みんなテスト期間中とかね部活もあるからなんですけど、うん、まあ、残りまだまだ10回以上はありますので、まあ、まあとりあえずこの2週は初期メンバーのミオレンが、うん、はい、こう懐かしくわちゃわちゃギャーギャーとお送りしますので、皆さん飽きることなく最後まで、はい、ぜひ聞いてもらえたらなと思います。はい、ということで、うん、まあせっかくなので、そうだね、残りまでを振り返りながら、うん、いろんな曲をね、流していきたいなと思って、なんだっけ、コススターやってからも、あの、うん、テトラジやってからも、この曲流してくださいっていうメールをたまたまちょくちょく時々いただいてたので、うん、なんかちょっと日本語おかしかったかな。まあ、まあ、残り13回ということで、コスピットのね、持ち曲がなんと10曲ほどあるので、最初から最後まで1曲ずつだけでも流してお届けできたらなと思います。はい、まあ最初はね、やっぱあの曲なんですけど、この曲はあの、はい、ミオレンで作詞した曲になってて、そうだね、デビュー曲だ、はい、でもあの本当に大切な曲になっていますので、うん、みんなぜひぜひ手拍子しながら、そうだね、手拍子しながらぜひ聴いてください。幸せ魔法。聞いていただいてるんですけど、ミオさんマイク入れていただいていいですか？入ってますよ。入ってんのこれ？はい。あ、なるほどね。ただランプがつくんですけど、うん、ちょっとつかないみたいですよ。あ、それでなんかパッと横向いたらランプついてないのに喋ってるから、うん、今日もびっくりしました。はい、ということで、まあ、この曲、うん、つかない、うん、この曲懐かしいな。これももう2年半以上前だね。このね、歌詞、うちが作った歌詞とさ、ミオが作った歌詞をさ合わせて作ったじゃん。そうだね、最終的には。で、そん時はどこで書いたんかな、なんかこの曲は夜中に書いた、なんか思い浮かんでちゃちゃっと書いて、そしたらなんか文章になって、うん、合わせたらできましたって感じの。そう、なんか夜寝る前になんか、あ、なんでかわかんないけど曲の歌詞を作ろうとしてて、自分でなんかあったね、そういう時期がね。そう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 、で作ったんだがね。で、そん時どんな歌詞だったっけな、なんか 1,2 の3でホラーは入れようと思って、ニコリ笑顔が咲くよとか、なんか
歌詞のな、あったんだけどな、どっかやっちゃった。探せばあるよ。あるよね。多分あるある。あるあるある、絶対。パソコンとかは多分探したら出てくると思うんだけど、うん、え、面白くない？そういうのをさ、ブログとかに上げていくのも。そうだ、9月までにね、あの事務所のものもね、いろいろ整理整頓してね、皆さんにお届けするものも探しまくって、うんうん、探し出して掘り出さないといけないから、いろんなもの出てきそうだね。ねえ、私だってこの前ね、いろいろね、あの整理してたら、あの缶バッジ出てきましたよ。マジで？うん、うちんちもあるよ。ありますか？うん、缶バッジね、入れ箱の中、名刺入れの箱の中に入ってる。これね、あの100人も持ってないんじゃないかな。ない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 、ね、30人ぐらいだったと思いますね。え、でもレンが持ってるのは、2人が写っとるのじゃなくて、1人だけのだよ。私も1人だよ。あの、私のと、あのミオバッジと、あのコスピットってロゴの、昔のロゴが入ったやつがいい。昔のロゴのちっちゃいのと、でかい缶バッジが持ってる。うんうんうん、そうそう、私もあるよ。あの、結構懐かしいよね。懐かしいね。だって2人のなんか定期の時に、いきなり作ったんだよ。そうだね、うん、うん、なんかこのイラストで今からバッジ作りますみたいな、で今から物販で販売しますみたいなことを、ね、本当にあったあった、急にやって企画で、でもたくさんのことが方が本当ゲットしてくださって、嬉しかったね。あの時とかもいろいろあったの、いろいろ作りましたね。ね、結構でもグッズとかも作ってるじゃん、うん、そう考えてみると本当ありがたい。そうだね、自分事務所やっぱ取り出すといろんなものが出てきそう。はい、タオルももうちょっとで完売ということで。あ、そうですね、あのピッタオル、はい、T シャツはもうほとんど全種類もう販売してた分はもうないんですけど。そうだね、まあ、新しいのがまた出るんですけど、はい、ぜひ最後のライブでみんなに来てもらいたいなっていう気持ちがありますね。そうだね、うん、ありますね。はい、まあ、このね、幸せ魔法が流れた後にね、ギロジャーニーが流れてきますと、そうだね、なんかちょっと旅を思い出すというか、最初の頃はちっちゃかったね、車。そういえばそうだった、軽バンでしたね。はい、スズキのエブリーですからね、はい、まあ2人だったから広く感じたんですけど ね、 そうだね。でもそれでも物販のキャリーバッグとかね、そうですね、あの布団とかね、あのお泊まり用のカバンとか詰め込むとやっぱりおお。そう考えると今減りましたよね、荷物各自が。あのに、まあまあ今メンバーも噛んだ噛んだ、メンバーも増えて、はい、あの初めの方はもうごちゃっとしてたけど、うん、みんながだんだん衛生のあのなんかシュールな感じを思い出して、うん、荷物減らそうってなったから減ってきたんじゃないかな、うん、なんかキャリーケースだったのよね、前ずっとね。そう、あのレンとミオ大概キャリーケースだったよね。そう、衣装も入れれるしみたいなんで。だってさ、すごい時さ4万足したじゃん、ライブすごかった。4つぐらい衣装持ってってたじゃん。持ってた、あれ重かった。あれあれ本当重かったから、ね、すごい大変だったよね。京都2回転回して、大阪2回転回して、服持って、靴持って、泊まりバッグとお風呂セット持って、物販持って、雨の中ね、雨だったね、小雨だったよ。しかもそれ出たのマジックカーペットライド100回目のですよ、うん、最後のライブが。あの遅刻しちゃったやつ。そうです、テイクオフさんに繋いでもらってたやつです。まさかのホストさんに繋がせるという異例の大事件、ね、あの取り前だったんですけど間に合わないってなっちゃって、マントね、そう、はい、間に合っ取りっていうね、間に合わなかった。だってあれ初めてだって、な、2人で初めてどれぐらい、 2,3 ヶ月ぐらいじゃない。そう、てか初めて大阪、うん、うん、2,3 回目ぐらい、 2,3 回目ぐらいの大阪で、うん、あ、やっちゃったと思ったね。やばいって、雨の中頑張って走ったもんね。しかも京都の二条城だったっけ、うんうん、二条城だったから、なんと砂利道で、まあ、物販バッグは重いよ、キャリーケースをゴロ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 。でも二条城ほんとたくさんの方来てくださって、たくさんの方が CD も買ってくださって、 その時だよね、多分一番 CD を買ってくださったのはそこじゃないかな。あれだ、すごかったよね。ほんと物販時間も30分ぐらいしかなくて、次に行かなきゃいけないから、うん、でもはい、どうぞどうぞで、サインしてどうぞで、写真撮ってみたいな感じでありましたね。もうでもなんかあの会場の皆さん、私たち全然知らないのに、うん、なんかあっぷっぷっぷ、なんで浸透してるのってねえ、でもそういうのは嬉しかったですよね、うん、ありましたね。そう、あっぷっぷも本当たくさんの方とコラボとかもさせていただいて、うん、もう今でもさせていただいてるんですけど、そういうのはやっぱ懐かしいし、いろんな人に自分たちの曲歌ってもらえたっていうのは嬉しいことですよね。あったね。てか2人でそういえば遠征してたわ、エブリーで。うん、そうだよ、しみじみ。その話から今この話が始まってるんだよ。なんで今体操座りで2人とも、わかんない、なんかね、こういうしみじみ的な話をすると私体操座りの椅子の上に体操座り中なんですけど、まあ安定してるからかな、はい、はいはい。まあでも懐かしいな、そうやって2人でどこまで行ったかな。一番遠いとこ東京行ったんじゃない。東京行きましたね、車だと。あと福岡じゃない、鹿児島2人じゃなかった。いや、2人じゃなかったけど、3人だったけど、ね、光もいたけど、けどね、そう、仙台。あ、北海道じゃん、一番遠いとこ。そうだね、飛行機でビューンって1時間で行きましたよ。初めて飛行機使って、最初で最後だった、あれね。まあ、北海道はね。北海道はさすがにね。そう、東京に行った時なんかは、台風が帰り直撃するんじゃないかっていう危機もありましたよね。ありましたね。そう、連だけ次の日学校で、ミオはちょうどなんか振り替えで休みで、
もっと北海道巡りしたかったっていう言われた記憶がありますよ。でもまあ美味しかったし楽しかったよね。美味しかったがやっぱ一番最初に来るよね。うん、あれ美味しかったもん、ジンギスカンとか。でもちょっとカバのカバンで行ったのは失敗でしたね、うん、ジンギスカンの煙は本当にまあ皆さんには何度もお伝えしてるんですけど、はい、まあ皆さん本当にクローゼットに入れてくださいね。あのジンギスカンの店にはクローゼットっていうものがありますので、うん、はい、絶対入れてくださいね。絶対入れた方がいいよ。絶対。2、3週間余裕でジンギスカンの匂いだったから。あ、でも、ジンギスカンの匂いを味わいたいなって方はいいかもしれないですね。なんとなんかこの曲流れてきたってことは。マジかー！エンディングかー！早くない？え、これ何回目だろう？待って、テトラジが。早いね。思い出話をしてたら皆さん、こんなゆるゆるですみません。エンディングになってしまいました。ということで、まあ次週も私たちなので続けて聞いてくださったらなと思います。はい、まあとりあえずね、あの出演情報とかね、いろいろお伝えしたいと思います。はい、ということでエンディングです。まずは出演情報。7月19日は、会計ぜ、あの、全国トライアスロンがあります。はい、今年もね、なんと給水所のボランティアをさせていただくことになりました。というわけで、皆さんもね、私たちと一緒にボランティアして選手を応援しよう。っていうのがあるので皆さん募集中なのでぜひ声をかけてください。お願いします。そして7月26日日曜日は大阪で行われるね、任せなさいに出させていただきます。はい、これですね。ありがとうございます。なんとあやちゃんラストの大阪になっております。ラストの大阪です。あやがこの日は4人揃うね。あ、そうだね。はい、だから4人でもラストの大阪。あ、そうだ、新曲もやると思います。はい、なのでぜひぜひ来てほしいなと思います。みんな来てね、この日。お願いします。はい、そしてその2日後、7月28日火曜日、あのテトラブ、うん、定期かな、定期公演があります。まあ、この日はあのあやが最後のライブ、本当に最後の最後のライブなので、皆さんちょっと平日なんですけれどもね、やってますのでぜひ来てください。お願いします。お願いします。そして、うん、T シャツ発売中です。本当に残りライブあと少しになってきました。はい、ぜひね、あの、はい、あやもね、あ、まだまだ書くと思うので、うん、ぜひぜひあやでもリップ送ったりとかね、声かけて予約してあげてください。私たちもね、全然受け付けてるのでお絵かけします。いろんなこと書くので声をかけてください。お願いします。はい、詳しい情報ブログ、ツイッターや私たち公式 LINE やってます。あの公式 LINE の方は例えば質問とかね、うん、このラジオでのメールとか、そうそう、うん、ライブの感想とか、こんなことがあったっていうライブのカプニングとかでも大丈夫だし、うん、あのリクエストもう受け付けてますので、こんなこと話してほしいとかあったら送ってください。はい、まあ、詳しいことは全部ブログツイッターとかに書いてありますので見てください、うん、お願いします。本当ね、ツイッターとかブログも残りあと少ししかできないから、うん、ぜひね、みんなには見てもらいたいですし、まあ、このラジオも、まあ、最初言いましたけど、残りも今回を含めて13回ということで、まあ、来週はミオレンなんですけど、またねこの活動を振り返りしていきたいなと思うので、はい、いろんなメンバー出ます。はい、ぜひ来週も聞いてください。じゃあ来週はちょっと元気で、そうだね、はい、しんみりせずに、まあ重要なお知らせはまだまだ続くので、皆さんちゃんとお聞き流しなくお願いします。はい、以上、中海広報室からお届けしました。